33歳男です。マンションで整体院を経営しています。1年目で売り上げ700万円、2年目で1000万円です。年会費は90万円。専門学校の同期の友人から施術スキルを含めた開業コンサルティングを頼まれています。いくらで受けたらいいでしょうか。また今後友人でない方からコンサルを頼まれた場合はいくらで受けたらいいでしょうか。出資しちゃえばいいと思いますけどね。まあその方が儲かると思うんですけど、コンサルっていうのは基本的に相手が払える額、限度額いっぱいまでもらった方がいいので、ふっかけた方がいいと思いますね。うん、基本的にふっかけることが自分の価値を高めるので、コンサルは。まあ確かに、ふっかけた以上は成功させなきゃいけないしみたいな。そうです、はい。成功してるって説得力だけなので、あとは。私の話聞かなかったより、今聞いててこうなってるんですの説得力大なので、いくらでもいいと思いますけどね。まあ確かに、友人との関係が壊れないぐらいじゃ高い金額をもらうということで。はい